議員の報酬についても一つ聞いてみました。議員の報酬はその資格の枠の中に書いてある通りなんですが、7割8割の方が認識がないというのが実態です。まずはこの待遇面だけでも知っていただいて、市民の声を聞いているはいがいいえを上回っているのは、南沢議員、田辺議員、芦田議員、熊高議員。2件目は今の話につながるんですが、市民モニターの結果についてご案内します。このモニターの市民モニターアンケートの概要については資料の表に書いてある通りです。前回のアンケート調査と一番大きく変わった点はモニターの属性が変わっています。前回は市民の方に有志で回答をしていただいていました。一方今回は本当に無作為抽出でこのアンケートをお送りし回答してもらうという形になっています。ですのでページめくっていただくと前回との比較円グラフがあって分かりやすいかと思うんですが、どうしても解像度が落ちています。端的に言えば分からないというところが増えます。でそれぞれのアンケートイエスかノーかで答える項目が多いんですが、どうしてもこのあたりはよく分からないので判断がつかないというような市民の意識がにじみ出ているというふうに捉えています。もっとも前回と今回のアンケートで大きくこの各議員に対する評価傾向は変わっていないというふうに捉えています。例えば一つ取り上げれば、設問1、それぞれの議員は市民の声を幅広く聞いていると思いますかと。一番多いのは分からないなんですが、はいかいいえ、この2択で見たときに市民の声を聞いているはいがいいえを上回っているのは、南沢議員、田辺議員、芦田議員、熊高議員、秋田議員の4名だけです。他の方はイーブンに近い、それなりに寄ってる方はいますが、かなりの程度差が開いて聞いていないという結果になってます。これは前回のアンケートとほとんど変わらない傾向と言えます。もっともページめくっていただくと、設問6ですね。ここは議員定数について聞いたものなんですが、定数が多いという声、前回が 75.9%、 今回 72.6% です。なのでほぼほぼ変わらず、市民の声、市民の受け止めとしては議員の数が多いという結論になっています。もう一つ触れておけば、その一つ前、設問5ですけども、議員の報酬についても一つ聞いてみました。議員の報酬はその資格の枠の中に書いてある通りなんですが、 74% の市民の方は知らないという結果になっています。処遇、待遇、お金、勘定というものはかなり人の関心を集めるものなんですが、それですら7割8割の方が認識がないというのが実態です。このあたりに市政に関する無関心というんでしょうか、興味のなさが現れているように思います。まずはこの待遇面だけでも知っていただいて、これ当然税金で賄われています。そういう目で政治家を見て、議員を見て、改めて市民の方に評価をしていただければと思う次第です。